俳優の風間俊介が、今日16日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組、林修。と日本ドリル、毎週水曜19時57分チルダ、で、接品のお米に賛辞を送る。接品米をまじまじと見つめる風間俊介イコールフジテレビ提供日本人なら知っておきたい、日本の、おテーマに、担任役の林修が、唯一無二の、日本ドリル、を作成し、講義を開く同番組。今回は、知れば今すぐ食べたくなる日本のお米、を紹介する。カレーライスには、ネットでしか手に入らない、今年本格的にデビューする新しいブランド米を紹介。チャーハンには、石塚秀彦が、これなら全国民が陳建一になれますよ、と太鼓判を押すほどのお米が登場する。そして、卵かけご飯に合う米は、林が、これはあまり紹介したくないんですよね、とハマっているもの。試食した石塚は、この米、うますぎて、怖いです。卵のことを知った上で生まれてきたお米みたいです。それを受けた風間は、卵かけご飯に合うお米という、趣旨と違うんですが、まずお米だけで一口食べていいですか？一口食べて、すごい。王道の美味しいお米のその向こう側、という感じですね、と、見事なコメント力で絶賛する。その後、卵かけご飯を食べ、あ、卵かけご飯にしたらその何倍もうまくなりますね、と、さらなる賛。字を送る風間に、林は、だから紹介したくないって言ったじゃないですか、と、後悔の表情を浮かべる。他にも、無洗米の正しい知識の紹介や、究極のコンビニおにぎりが登場。二択問題、日本のこれが正解ドリル、では、父親の弟を漢字で書くと、おじさん、か、おじさん、かという問題で、林が、これはこっちしか、ないです。僕はこの問題で間違えるような人とは付き合わないようにしてます、と言い放ち、風間を、ちょっと待ってよ、と困らせる。C。フジテレビ、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。